生まれてきた同時ぐらいのタイミングでも、うん、ダンスっていうものに触れ合ってたんで、これも本当に履いてる人見たことないよね。見たことないですね。もう履いてるよね。履いてみたかったです。床と、うん、アジダスバチマッチしちゃって皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。今回は吉祥寺のスニーカーショップスキットさんからお送りしていきます。そして今回のスニーカーショッピングのゲストはこの方、ダンサーのザ・ディ・ソラキさんです。よろしくお願いします。ソラキさんはですね、2022年世界最高峰のダンスバトルイベント、レッドブルダンスユアスタイルワールドファイナル2022にて優勝をしたという。すごい。今ねインスタグラムでもダンスの動画発信していて、もうめちゃくちゃバズってる、もう注目の若き世界王者でございますから、本当来てくれてありがとうございます。こちらこそです。めっちゃ緊張してます。ダンスの世界大会に比べたらこんなのもういや、ダンスバトルの方が緊張しないです。本当に本当に、はい、ちなみに今日履いてるスニーカーは、今日履いてるスニーカーはあのサンバの、あスポーティーリッチって、あの最近出た水色のやつの、あ、いいね、かわいいね。これめっちゃ踊りやすいんですよ。あら、やっぱりそこね。やっぱりね。そうなんですよ。あの、うん、軽いし、うん、足さばきがしやすくて。なるほど、なるほど。ちなみにソラキさんは普段どういうところでスニーカー買ったりするんですか？俺は本当アディダスでめっちゃ買いますね。あ、アディダス。アディダス大好きなんですよ。あ、結構アディダス党なんですね。そうなんですよ。いやでもね、まあもちろんアディダスも素晴らしいスニーカーですし、まあ今回ね結構いろんなブランドがあるんで、はい、まあアディダスも見つつ、まあ今までにねあんまり触れ合ってないちょっとスニーカーとかも、そうですね。今回はちょっと行っていただければなと。出会えたら嬉しいです。さあ、じゃあまずはですね、まあこうソラキ君が普段から結構ね、はい、多分履いてるであろう、こうアディダスを中心としたブロックから見ていきましょうか。はい、お願いします、ね、めっちゃかっこいいですね。あー、いいね、渋いね。これめっちゃかっこいいね。いいね。サンバのね、19,800円ですね。色がかっこいい。サンバっていう、こうダンサーからしたらもう履きやすいっていう、その信頼のモデルっていうのもあるよね。そうですね。もう多分ソラキ君にとってそうなんですよね。多分ね、あの硬すぎると、うん、曲がんないじゃないですか、こう、はいはい、つま先がグイッとなんないんで、うん、そうなると結構踊りづらくて、サンバはグイッて結構いけるんで、うん、ちなみにこうソラキ君ってどういうダンスのジャンルなんですか？やっぱヒップホップな感じの。そうです、基本的にヒップホップメインでやってて、うん、で他のオールスタイルとかもいろいろ合わせたスタイルが自分なんですか。かっこいいな。ちなみにソラキ君はおいくつからダンスやってるんですか？4歳からやってます。うわ、早いそれね、やっぱ親御さんもダンスが好きだったの？いや、ほんとお姉ちゃんが4歳上なんですけど、うん、姉が2歳半からダンスやってて、いや、もう立ったと同時に踊り出してるじゃん。だからほんと生まれてきた同時ぐらいのタイミングでも、うん、ダンスっていうものに触れ合ってたんで、なるほど、もうほんとほぼ英才教育的な感じのノリだと思います。やっぱダンサーって職業だからさ、はい、もうスニーカーなんて何個あっても足りないでしょ。そうですね、ほんと正直言っちゃう、2ヶ月ぐらいでボロボロになっちゃうんですね。そうだよね。そうなんですよね。水色好きなんですよ。あ、水色好き。今日もね、水色入ってるもんね。そうなんです。水色、青系が大好きで。なるほど。これなんですか。かっこいい。これなんだ。これなんですかね。ハンドボールって書いてある。すいません、店員さん。ハンドボール用で元々作られてたシューズなんですけど、あのエンドっていうショップとのコラボの。なるほど。水色の中にこう黄色とさ赤も入ってちょっとポップさがね。いいですね。服合わせやすいな。かわいい。大きいのあんま挑戦したことないんですよね。いや、ちょっといいと思う。それこそ、はい、もう結構ね、近年はアディマティックが、ここ全部アディマティックなんだけど、はい、このダボっとしたやつ、これも昔流行ってたやつがやっと復刻して、うん、でババッといろんなカラーリングが出たんだけど、今結構若い子たちの間でも人気だし、当時を懐かしむ大人の中でも人気な、うん、これかわいい。まあいいね、かわいい。色かわいい。黄色いいな。結構やっぱカラフルなものを好みなんですね。そうなんですよ、うん、もうオールブラックかカラフルって感じです。大体なるほど。こそ、先日ねお家にも行かせてもらった、はい、ショーンのありますよ、ショーンのスーパースター。バチかわいいっすね。かわいいよね。
すごいな。ちょっとでもここの紐がもしかしたらダンサーさんには邪魔って可能性あるけど。でも可愛いですよ。めちゃくちゃ可愛いですね。これ1万1000円。さあ、ジョーダンのブロックがこちらでございます。はい。ほら、これが懐かしすぎます。5。いいね。これ入ってた気がするんですよね。あら、マジで？そうなんですよ。小3ぐらいだった気がします。ユニバーシティブルー。33,000円。33,000円です。結構なんかダンサーの方とかも履くイメージあるけどね、ジョーダン5とか履いてますね。結構こうつま先立てるんで、こうやって履いてる人多いと思います、海外の人が特に。どうですか、なんか履き方にこだわりとかもあるの？ソラキカは爪をビューン結んだりとか。やっぱりこう足をがっつりこう固定させる感じの。そうですね。それはそのダンスする時と普段生活してる時も同じなの？そうですね、なんか基本的にこう踊るってことがライフスタイルすぎちゃって、こう踊りづらい服も着ないし、なるほど、踊りづらい靴もなんか帽子とかもあんまかぶんないんで。じゃあもういきなり今もう今から踊ってとか大会だよとか言われてもいつでもいけるぐらい。いつでも踊れますね。なるほど。これなんかさっき手に取ろうとする、はい、これユニオンっていうブランドとのコラボの。かわいい。33,000円、はい、28cm、 28cm ちょうどじゃん。マイサイズ。マイサイズですね。いいよ。いや、これもやっぱユニオンコラボのジョーダンとかもやっぱりすごい人気ですから。かわいいですね、これ。やっぱね、デザイン性はすごいね、ポップなのが特徴かな。マイカラーなんでね。あー、いいね、水色入ってるね。ちょっとソラキ君がここが気になるということで、何が気になるんですか？サロモン。あー、サロモンね、見たかったんです。なるほど。今やっぱ結構人気ありますもんね。そうですね。普段からサロモン履いてるの？履いたことがないんですよ。あー、そうなんだ、そうなんだ。そう。どこら辺が気になる？これめっちゃかっこいいですね。あー、渋いね、色がかっこいい。うん、18,700円ですね。あ、いいじゃん、いいじゃん、ちょうどいい。しかも結構靴ひもをギャンギャンに締めたいって言ったじゃん、はい、サロモンってやっぱ結構ここでフィット感がすごい出るって聞いたことあるから、新しいシューズになるかもしれないですね。いいじゃん、いいじゃん、ダンスシューズ。サロモンのどういうところがすごい気になるんですか？シルエットがいいのと、うん、あとこう登山用じゃないですか、一応、うん、とかもあるよね。なんか戻りやすいのかなみたいな。それやっぱ好奇心が湧くってことね。そうですね。どうなんだろう、このスニーカーで踊ってみたらどうなるんだろうっていう。そうなんですよ。こうご自身が持ってるスニーカーの中でこれ貴重だなみたいなのがあります？ありますね。あのアディダスと、うん、ウェールズボナーの、うん、あのホワイトクリームのやつはめっちゃ貴重ですね。へ、レッドブルダンサースタイルのさっきの優勝した去年のやつの時に履いてて、うん、ああ履いたんだ。そうなんです。こう個人的な思い入れもあるスニーカー。そうですね。なんでそれをその時に履こうと思ったんですか？南アフリカだったんですよ、会場が。おお、だから持っていける靴も少なくて。ああ、そうかそうか。で、4足か5足ぐらい持ってたんですよ。でもまあ持ってたね。その時の気分がありたっすね。で、今日これで行こう行こうと思ったら、床とアディダスバチマッチしちゃって。そのまま余裕の優勝。いや、余裕ではなかったですけど。で、やっぱこう、やっぱ世界でね、優勝して環境も変わって、なんか今後どうなっていきたいとかあるんですか？ありますね。本当ダンサーの地位が本当低すぎるんですよ、個人的には。いや、日本においてってことですか？いや、全部だと思います。でも世界ではなんか、なんか、うん、結局みんなバックダンサーじゃないですか。ああ、なるほどね、なるほどね。じゃあもうこうダンサーがもっともっとこうメインになって地位が上がるように。そうですね、自分で盛り上げていきたいっていう。そうですね。すごい。こう、あ、ラッパーとかと同じレベルになってほしいなと思って、うん、ああ、なるほどね。ダンサーだけでもスーパーボールできるんじゃないかと思って。ああ、なるほど。あのハーフタイムショー。そうです。うわ、めちゃくちゃかっこいいこと言ってるわ。その時はなんかマジチケットお願い。任せてください。うん、今日もね、結構一緒にやったから、マジで今日の吉見でチケットだって。それでは今回ソラキ君がこの吉祥寺スキットさんで購入したスニーカーの発表をお願いします。はい、1足目は、1足目何？アディダスサンバのブラウンです。あー、行きました。これはもう一番最初に目に留まったやつだもんね。はい。あー、
そうですね、レザーの感じね、うん、いいね。もともとサンプル探してるって言ってたし、そうですね、その中でもやっぱちょっとこのオールブラウンっぽいカラー、そうですね、あと見たことがない、うん、あんまり、うん、だから見たことないの好きなんで、なるほど、選びました。そう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 、何足いったのかなというところで次おお、かわいい箱、かわいいね、本当にアディダスの、はい、ハンドボールです。はい、これは僕も今日初めて見た、このハンドボールとこのエンドっていうところのコラボの、はい、色が可愛いですね、やっぱカラフルだし、うん、自分っぽい色だなって思いました。私さらにやっぱこれも本当に履いてる人見たことないよね。見たことないですね。これめちゃくちゃなんか目張るし、すごいいいと思う。ありがとうございます。可愛いね。さあ3足目。おお、サロモンです。はい、まあもうこれはね、そらきくん自らちょっとサロモンが気になると言って、そうです、でも結構いろいろあったじゃないですか、サロモンも、はい、その中でなぜこれを、これも本当に色がいいですね、うん、ブラックとかだと普通すぎちゃうんで、うん、こういう色で挑戦していきたいなと思いました、ねうん、なるほど。もう1足ある、4足、4足です。4足いきました世界チャンピオン。で最後の一足。はい。エアマックスです。エアマックス。これはなぜ？アントニーさんにおすすめされました。そうなんですよ。あの結構ね、やっぱもう一足行きたいって迷っててジョーダンとか見てたんですけど、やっぱ水色がすごい好きって言ってたんで、さっき君これどうって言ったらめっちゃいいじゃないですか。これにしますって決まっちゃったやつ。やっぱちょっとこのティファニーブルーっぽい水色の感じもね。いいですね。ぜひ履いてください。履きます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやあと4足ゲットしましたね。ゲットしたねであとちょっと、おそらきくんいい、はい、もう履いてるよね。履いてみたかったです。これどれが履いてんの？サロモン。あー、サロモン履いてんじゃん。履いてみます。どうこう履いてみた感じは。いや、いいっすね。いい、なんか歩けますね。ほらでもやっぱその結局ね、やっぱそらきくんはやっぱダンサーさんで、こうダンスした時がどうかっていうのが一番気になるわけじゃないですか。そうですね。すみません、最後にやっぱ世界チャンピオンのちょっとダンス見させていただいてもいいですか？任せてください。よし、それではそらきさん、ちょっと世界のダンスをお願いします。最後のダンス本当にありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよかった嬉しいです。マジでしびれました。本当にあと10分ぐらい見たかったですね。死にますね私すごいよね。いや、かっこよかったです。本当にありがとうございます。今日の4足はこうステージでも履けそうですか？履きます。あ、嬉しい。こうやっぱりその時はもうステージでね、履いてくれるのがやっぱ一番、こうスニーカーも喜ぶと思いますから。そうですね。ぜひぜひぜひ履き潰します。履き潰してください。はい、ということで今回のスニーカーショッピングのゲストはダンサーのザ・ディ・ソラキさんでした。ありがとうございました。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか？面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今後見たいゲスト、やってほしい企画などがありましたらコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。